んは。わかりがち。いいじゃん。こんばんは。ミヤルン金融家人ライレフ版プーちゃん。なんかちょっとヨッピースー君エレメンツビオイアンカンコン。ヒロアキツチマサプニセイちゃんリョウエイヤベシミマ渡辺俊ゴキザリルマオヒロアキユンユンカイザーナオキショウゴとレフバンダイちゃんグリ希望オスカー公平俊エインケンチペーラミアルンゴキザリミッキークロエビーキキヨタンジョルのコンサフッシーレフバントミーボンジリさん主権さんこんばんは。来てくれてありがとうございます。こちらのハートマークをピンクにしてってください。雨全然降ってた？わかんないわかんない。降ってたよ降ってた。一気に降り出したけど、なんかその CM なんか外に出てる時はすごいブワーってぐらいじゃなくて、うわ最悪ぐらい。半熟バンパイアヤマトヨッピーキヨタンキッチンアチトモンジョスースーさんフシこんばんは。こんばんは。じゃあ CM の今日はどこが変わったでしょうか。どこが変わったでしょう。ちょっと待ってね。いてリップリップ正解。アイラインは違う。眉毛整えました。前髪は違う。チーク変えてない。髪が伸びた。それな。左目のほくろがなくなった。確かに。ゴムジェルで服の玉はプール入ったレベルで。やば。ヤスさんリップ確かに今日はグロスつけてる。プルプル。びっくりした。セミナーに行こう。さらに濃いなファンデーション。さくら、こんばんは。シマノの正解はドゥドゥン。の正解はシマノ眉毛を整えました。見てください。今日眉毛サロンに行ってきた。眉毛があまりにもひどかったからさすがにこれやめようと思って眉毛サロンに行ってきました。眉毛めっちゃ綺麗になったでしょ。めっちゃ綺麗じゃないこれ。ちょっとお気に入りなんだけど今日。でもなんか描いてくれた眉毛。見てめっちゃ綺麗じゃないこれ。なんかここジョリジョリジョリってなんかめっちゃ抜かれたの。すごいすっごいなんかテープつけてビリビリビリって抜かれて、でピンセットでも抜かれて、でその上で眉毛描いてもらったんだけどめっちゃ綺麗じゃない。そうなの。みやちんおやほん。めっちゃ綺麗になりました。でしょう。トミいいね。ありがとう。ヨッピーかわいい。ありがとう。そうで、スタンとあと髪の毛を髪質改善行ってきて今サラッサラなの。
Wake up, ようこそ日本へって感じでサラサラにしたのね。したら、あの髪使いですると基本的にいつも起こることが髪が抜けるという、髪の色が抜けるというね。だから髪が結構茶色くなりました。だから結構以前より髪の色が明るくなったんじゃないでしょうか。なんか分かるかな、前髪とかでちょっと結構全体的に茶色いんだけど茶色くなりました。うん、シワの髪が。リンタライトって言おうよ。ミサイル、こんばんは。ヒデ、こんばんは。いつも応援してます、ありがとうございます。ぜひこちらのハートマークをピンクにしてってください、お願いします。ふうくん、いよいよぷんちゃん、かんかん、スイカジュースありがとう。シーマナが不得意のストローで飲み物を飲むという、売れとる。ありがとう、スイカ。てかでもゆきちゃん、イーサックじゃんたら、アマゾンのサイト見すぎ。それな、いや私もアマゾンめっちゃ見たの。結局全然さ、なんかこれっていうのが全然なくて、まあ、届いたんですけど、危ない、この辺だった今。もう大丈夫かな。いや、こちら年に一度のピックセール、ピックセール、ピックセール、え、もう届いた、やばくない。昨日の深夜に注文してもう到着しました。ブンブン言ってるよ、シーマナの携帯が早いよね、マジで一瞬でした。うん、よし、トラフグ失礼しました。だってこんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう。どうしたの、失礼しました。よいしょ、前髪を、よいしょ。トラフグもマンジェルもぜひハートマークピンクにしてってください。やばいっしょ、マジで届いたんですよ、白石家届いたんですけど、プリリアフォー、もうね、アマゾンのね、働いてる人はね、めっちゃ大変だと思う、この期間。よく頑張ってるよ。あ、第1弾届いたもの紹介したいと思います。第1弾なんでこれ買ったみたいなの買ったからうん、代わりにあれで、本当にチャイニーヤンキチえ、てかなんかシーマナあれ欲しかったじゃん、うん、プラネタリウム欲しかったんだけど、なんか高かった簡単に買える額じゃなかったでは、1個目、すぐ私メイク道具しか買わないんだけど、こちらなんかすごい気になったの、なんて読むのこれ、ティラティラ、ティラティラかなの、あのファンデーション、クッションファンデ買ってみました。シエマナさん、シュエムラしか使わないんですけど、今回初めてティラティラって服一着も買わなかった、結局なんかあんま出てこなくて。あ、服でも今日買ったんですよ、ちょっとおしゃれな感じの洋服、なんかそのお仕事とかでさ着ていけるような、なんかちょっとなんだよ、あのでもオフィスカジュアルに近いのかなみたいな、なんか白いなんかブラウスに黒いスカートみたいなのを今日買った、普通にもういいやと思って。トゥルトゥル、トゥルトゥルっていうの、ティラティラだと思ってた。ファイヤー TV2 個で3000円、安い。ひらきこんばんは、サリこんばんは、イキピこんばんは。え、なんかアマゾンのプレミアムセールでこれ買った方がいいよみたいなのありますか。シーマナさ、何買ったらいいか分かんなくて、全然なんかよくわかんないけど、急にファンデーション買ってたし、就活よ、全然にお仕事行くよ。なんかさ、お仕事とかでもさ、一応まあ新しくさ、こうあの入ったばっかじゃないですか、だからなんていうの、ちょっとこうちょっと清楚な感じなんかあのお仕事行くときにこうちょっと清楚で、なんていうんだろう、こうすごい感じがいい感じ、なんかなんだろう、パッと見なんか、あ、パッと見てかも中身もですけどね、あのすごい
あのいい子みたいなお洋服買おうと思って、なんかその島根結構花柄の服しか持ってないじゃん、その花柄のワンピースしか持ってないじゃないですか、ね、猫かも違うよ、なんか初対面の人とか会う時にあのよろしくお願いしますって言えるお洋服買おうって思って、でちょっと白い服に黒いマメドスカートみたいな、たくんまだありがとうね、いいカンペーンじゃない、エレガントな服を買いました、第一印象がね良くなるお洋服を一応GUで買ってきました。でも全然持ってなくて、なんか新物あれってズボン一着も持ってないの、ズボンさ、それこそジャージは持ってるんだけど、なんかジーパンとか黒いズボンとか一着も持ってなくて、でなんかあれってよくよく考えたら一個持ってないわって思って、なんかちょっと最近そういうの見るようにしてる。ポコポコ森こんばんは、みっちこんばんは。そう、足が長くなるズボンが今欲しくて、でちょっと今探してるとこ、なんかちょっとこうお店とか行って、あこれ足長くなるわみたいな、結構もう完全なウェーブ体験なの、私がもう堂々とウェーブなんですよ、でもう上がなんかね、上がナチュラル、ストレート、ストレートしたウェーブみたいな、もう最悪の体型だから、だからちょっと今考えとるわけ。玉毛焼け大臣こんばんは。え、そう、ワンピースしか持ってないの、カリネコ用、まあね、あの結構カリネコになっちゃうの、私結構人見知り人見知りなのなんか感じだから、なんかあっあって感じになっちゃうから、なんかちょっといいお洋服を。ふるちゃん、ケンタロウ、しの、そんなことないよ、下のスタイルありがとう。お試しに、皆さん今日も来てくれてありがとうございます。白石真奈です。何を話せばいいのかしら。プリレカありがとう。しがちゃんこんばんは。何が欲しいのってわかんないや。っていう感じで、下野、ああ、学知か、学生時代に力を入れていたことは、やっぱりアイドル活動ですね。私の大部分はアイドル活動だったので、大学に行ったっていう記憶は本当にもう、幼児教育の勉強するためだけに行ってた感じなんで、なんでしょうか、大学のサークルはもう一個も入ってないし、部活も一個も入ってないので、もう、はい、学知かは、やっぱり芸能活動しました。何もないじゃん私。山ちゃんこんばんは。サバイブの時のズボン、ズボン履いてたじゃんあれ、ね、あれさ、足物あれ履けばいいわけよ、なんだけど妹がめちゃくちゃ似合う、妹めっちゃ足長くてめっちゃ似合うから、妹に渡したらなんか妹のものみたいな感じになっちゃって、なんかそれでなんか別にでも妹にもいいよって言ってるから、なんか返してとも言いにくいから、だからいっかなって。そうなんで、あります、うん、おかえり、ご飯、ご飯がなんかあの日本産の肉と海外産の肉があるのね、で海外産の肉がこれぐらいの大きさで2個あって、大きいやつが2個あるの、でちょっと大きめのやつで、それをあのどっちかと1つと、あとどっちか1つで、で、あとなんか岩塩、あとワインのやつと、あとなんかタレみたいな、タレが1個冷蔵庫に入ってるのと、あと鍋のとこにあのワインのやつと、あと塩があるから、あのいつものさ、とんかつ食べるときみたいな3つにして、で、あと、まあ、ステーキの味噌と美味しいね、で、あと味噌、あの汁がある、わかる、わかんない、写真撮って送って、違うって言うから、よし、こんにちは、ランディ・オートンさん、こんにちは、映像結構本格的でありがとうございます。
902。ありがとうございます。イエーイ。あやこんばんは。ということで、白石家の今日の夜ご飯はあのステーキだったんですけど、なんかステーキ丼にするとすごく美味しくて、味を3種類自分で選べて、なんかその3種類つけられるんだけど、岩塩とあとなんか赤ワインと肉を煮込んだなんかタレみたいなのを母親が一から作ってたのと、普通に市販のステーキのタレを3種類あって。ポジポジさん、今日もえらこ、こんばんは。白石真奈です。こちらのハートマークをピンクにしてってください。羽鳥こんばんは。で、写真撮ってない。で、日本産の肉と外国産の肉があるんだけど、なんかまあ外国産の肉はまあ普段通りの肉なんだけど、なんか日本産のお肉がめっちゃくちゃ美味しくて、肉ってさ、まあ、高い肉はそう知ってるけどね、知ってる。そういうもの結構貧乏って言われがちだからあれなんだけど、高い肉って噛み切れるじゃないですか。マジで噛み切れて、噛み切れたーみたいな感じ。値段は知らん私買ってきてないから。うん、そう、多分黒毛だと思う。うん、国産の肉は2個食べちゃいけないの。なんか国産の肉2つと外国産の肉2つあって、あのシーポポと妹がまだ帰ってきてないから、だから1人1つずつで、国産の肉はこれぐらいで、なんか外国産の肉はこれぐらい。なんで外国産の肉あるのか分かんないけど、国産の肉めっちゃでかくて、そう、噛み切れたーってなった。どこで買ったのか知らんっていくらかもしれないし、どこで買ったかもしれん。うん、ひでこんばんは。ありがとう、来てくれて。白石真奈って言います。ちょっと自己 PR していこうと思います。ちょっと練習しよう、自己 PR の練習するわ。こんにちは、白石真奈です。特技はスーパーボールすくいで、でこれなんかちょっとさバカっぽいよね。なんかもうちょっとなんか頭の良さそうな。ありがとう、あの初見様ありがとうね。こちらのハートマークぜひピンクにしててください。なんかなんだろうな、なんかもうちょっと自己 PR 考えよう。みんなで新物の自己 PR 考える会しよう。エインハントありがとう。なんか頭良さそうで、それもなんか頭に入ってきて、で親しみやすいような自己 PR がしたくてせいちゃんこんばんは。うん、なんだろうな、自己 PR。 こんにちは、白石真奈です。以前はラストアイドルでアイドル活動をしていました。現在はモーションアクターや声優さんになれるように頑張っております。なんだろうで、挑戦者の人の時からマジでありがとう。ぜひあのフォローしてって本当にお願いします。うん、あそうだね、ご支援そうだ。休日は自社巡りが大好きで御支援を集めております。御支援はただいま、御支援帳自体は12冊ぐらいあって、埋まってるのは何冊だっけ、7、9だっけ、やばい、ちゃんと数えてこよう。たくさんあります。関東の神社は結構、関東っていうか東京らへん23区内の神社は結構回ったので、現在は他の地方の神社を巡ることを楽しんでおります。自己 PR ね、なんで自己んのよあいえ、そうなんです、趣味はアニメートカフェに行くことコラボカフェに行くことが好きです。はい、現在気になっているカフェはハリーポッターとファンタスティックビーストのアニメートカフェがすごく行きたいなって思っておりまして、はい、あの現在気になっております。下野さんのご支援中、ダッサンよろしくて見ました。素敵、わーい、ありがとう。あのフォローしてってね下野さんは一番くじがすごい好きなんですけど、最近一番くじを引くと当たりが全然出ないので、なんか最近ラバーストとかなんかちっちゃいなんかタオルとかしか当たんないから、なんか運を分けてもらえれば嬉しいです。うん、なんか猫かぶってるからいつも通り言おうって。じゃあショールーム、納豆はご飯にかける派、ご飯にかける派。うん、北千住の中で朝から飲みでもいいと思います。私も行きたい。あ、フォローしてくれたありがとう。 USJ の写真はラストアイドルにいた時代の写真です。あちらは
まだ暑くなかった時期なので、あの見てわかる通り心臓ささぎをマントの下にとコートみたいなのを着込んでおります。カレーは混ぜたい派です。しかしながら混ぜると汚いという意見をよく見ますので、育った環境がわかるとか結構ツイッターで書かれてたから、いやうち全員混ぜないよ、うち全員混ぜ、私だけなんよ混ぜるの。なんだけどなんかちょっとそういうこと書かれてたから外ではやりません。気を許せる方や一人でご飯食べるとき家でしかやりません。ありがとう。うん、納豆は先混ぜ、先混ぜです。うん、冬休日は池袋のアニメットに出没していることは特になくて、下野さんは基本平日にアニメートの池袋に出没していた感じですね。今はもう最近あんま行ってないけど、最近は通販を覚えまして、皆さんもご存知だと思うんですけど、あのアマゾンだったり、もうアマゾンにも燃えてるんですけど、アマゾンだったり、あとはアニメートの通販に私はハマっておりまして、あの先日3日前ぐらいもアニメート通販を約6600円分使わせていただきました、利用させていただきました。甘いものは苦手じゃないんですけど、でもなんかなんだろう、自ら望んで食べたいって思うことがあんまりなくて食べてなかったんですけど、なんか最近ちょっとホルモンバランスが非常に乱れておりまして、食べたい食べたいという食べたい病が発症しております。あ、プレミアムセールで買ったのは、現在届いたのがまだ2個だけなんですけど、こちらティランティラのクッションと、あとクッション、クッションじゃない、クッションファンデと、あとすごい激安になってたから、私もいつもこれ使ってるので、もうこれそれこそ小学生の時から使ってるんだけど、こちら極純の化粧水のなんかもうボトルタイプ、めっちゃでかいの。これ買ったのと、あとプレミアムセールで安くなってる、あれ買った、あのシャンプーね、今シャンプー注文してる、あのミクシムのシャンプー、ミクシム合ってるかな、あれ違うかな、まあいいや、はいっていう感じで、うん、ミクシム合ってる、ミクシム5000円上がってないです、6000円いきます、はい合ってる合ってる。でこちらね、ちょっとすごい気になってたの、なんかすごい気になってて、その900円オフだったの、確か3000円ぐらい、2980円ぐらいなんだけど、今回のセールで2000円で売ってて、あ、ちょっと試すにもちょうどいいなと思って、まあ、ちょうどいい値段ではないんですけど、そのすごい安いわけじゃないけど、でも元から考えたら全然安いじゃないですか、とか買ったの。こんな感じ、なんかこう赤いなんか卵みたいなフォルムです、大好きやほん。なんかまあこんな感じのクッションファンデになっておりまして、開けると多分フィルムを外すことになるんじゃないかな、これやっぱり。すごい韓国語が書いてある、え、なにこれ、すごい、こんな開け方するの、これすごいすごい、 あちょっと気になるので、でも色もさ、なんかちょっとアットコスメで調べながらさ、なんかなんとなく自分この色かなみたいな感じで買ったからさ、合ってるかもわからんっていうさ、まあ、結構賭けなんですけど。トシトシビギナーさん、こんにちは、ショールーム慣れました、来てくれてありがとうございます。こちらのハートマークピンクにしていってください。なんかマスクにすごいなんかつきにくいみたいな、なんかあ、やばい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 、目の下ついちゃった。なんかマスクにあんまりなんかこうつかなくて、なんか現代めっちゃ使いやすいよみたいな感じで口コミで言ってたから買ってみました。やばい、ちょっと待って、これアイシャドウ上からやるから結構いくわ、うわアイシャドウいった、あーこんな感じね、あーいいじゃないですか、わかんない、でもこれが何て言うんだろう、ちゃんと持つかは今だけじゃわからないから、白くなった待って、顔面白くなりました白い。ちなみに新物の顔は卵型らしいよ、
魚眉魚ってもらうときに白くなってるんだけど。すごいすごい。卵型なんだって。なんか自分どんな形なんだろうって思っててさ、あんまり知らんかったんだけど、実は卵型だったらしいです。白くなった気がします。あとアイラインがごっそりと消えていきました。それだけカマ力があるってことですね。で、なんかちょっとシーマのイメチェンしようと思って、めっちゃ今日化粧道具買ったの。たまにあるのよ、こういう時期可愛くなりたいなってさ、めちゃくちゃ思う時期が。もう普段から思ってはいるんですけど、なんか死ぬほど思う時期あるじゃん。あの、それが来ました。よいしょ。袋いらないってさ、やっぱこの時代言うやん。したらさ、なんだろう、あの、袋なしでもらうと結構カバンの中散乱すんだよね。よいしょ。買ったけどね、さすがに1枚。よいしょ。エコバッグ、いや、なんか今日はねトートバッグみたいなんで、今日あれ動いてたから、だからトートは持ってないけど、普段は入ってる、リュックの中とかは。よいしょ。レタスこんばんは。まあこんな感じです。でイアンかわ、ありがとう、ありがとうございます。で、買ったのが、でもね、そんな高いのは買ってないの。あの、安いので、なんかちょっと、色が合うかどうかみたいな。なんか、自分が合うかどうかをちょっと研究したくて買ったから、キャンメイクの、これも新色なんですけど、クリーミータッチアイライナーのジェルライナーちょっと気になったから買ってみました。やばっ。レタス確かにいなかった、最近何やってたんだよ。もっちーこんばんは。なんかちょっとなんだろう、抜け感のあるちょっと人になりたいなって思って、あとはなんか最近さ、なんかステージに立つっていうより、なんかちょっとこう配信とかの方が多いので、ステージに立つ時は圧倒的黒とかの方が映えるから黒なんだけど、あ、ちょっとね、難しいね。ちょっと練習しなきゃいけない。ちょっとなんだろう、こう、アイシャドウのこう延長線みたいな感じの、こう、色を使ってみたいなって思って、ちょっと赤系あんま似合わないかもしれない。うん。よいしょ。このちょっと赤系、あ、でもいいじゃん。この目の下とかさ、この辺とか引くといいよね、多分。こっちも難しいんだよね。なんか目が右利きだからさ、完全にこっちは描けるけど、こっちはむずい。ステージ用と配信用で、もう昔分けてたよ。うん、ちょっとピンク系。最近ロサイ初期より化粧時間長くなった噂が流れて、誰からだよ。でもロサイ入った時はマジで5分なかったよ、メイク時間で。なんかよく言われてたのが、なんかシーマナって、何、すっぴんとメイクしてんの変わんないよねって言われてて、すっぴんとメイクしてんの変わんないってさ、やばない？今考えたら。でも一番メイクが変わったのは4周年から。4周年でメイク変えました。うん。よいしょ。平木かわ、ありがとう、ありがとうございます。うん、うん、よいしょ。いやいや、あの、すっぴんで歩いてる感じよ。すっぴんで歩いてる子だったの、普段。
すごいよね。よくそれで化粧してますとか言ってたよね。あとこれ買った、これ茶色欲しかったの、黒持ってるんだけどさ。よいしょ。なんか茶色い方がやっぱ柔らかく見えると言いますか、なんかちょっとこうなんだろう、ほんわか優しいイメージになるじゃないですか。最近ちょっとメイク濃くてきつくなってきてるから。そう、4周年でなんかメイク変えたっていうか、なんか教えてもらったの、メンバーが。なんかこう、え、これ新しいアイシャドウ買ったんだけど使ってみるみたいな、え、でやってやってみたいなノリで言ったら、そこから、え、メイク楽しいみたいな感じになったの。トールちゃんこんばんは。今日雰囲気もう全然違う、今化粧変えてるんだ。うん、なんかすごい毛みたいな感じ、もう茶色良くない？めっちゃ新物さん、めちゃくちゃなんて書いてあんのこれ。わかんない、あんな具合に打たれてる時なんか安心感あったんだけど、分かった、足元の配信の、え、待って、音が一緒なの。うん、足元にとってメイクの先輩は誰？え、この人見てメイクしてますみたいな。なんかそのそれこそ4周年で買ったのは奥さんです。あ、こだわってる、あ、こだわるって書いたんだ、ありがとう。うん、そう、奥さんがなんかこう新物涙袋描くみたいに言ってくれて、描いてくれたので、え、涙袋やばくないみたいな、なんかもう涙袋に興奮みたいな感じ。めっちゃ楽しくて、え、涙袋やばい。そっからあと奥さんにハイライトの塗り方とか、あとシェーディングのやり方も教えてもらって。そう、うん、メイクって車をカスタム、あ、そうなんだ。じゃあ逆に言ったらメイクしてる感覚なんだ、車をカスタムするのって。うん、前に奥さんに新物メイクアドバイスしたんだ、いいでしょって言われたの。そう、涙袋を普段描いてくれてたのは卵です。卵が涙袋描いてくれて、描いてさ、描いてくれるよ。最近あーにやってくんないからな、卵。お、やっぱ茶色の方がなんかこう優しさがあるんじゃないかな。もう最近メイクめっちゃ好きかも。新物さんと一番仲いいのはどんたん？あ、仲いいメンバー？わかんない、最近でも、最近っていうかもう一番ってんのは久保玉。もう卵とはずっと合ってる。ファッションは、ファッションは誰だったかな、ファッションは誰かに教わったってことだよね。え、奥さんじゃない？わかんないけど。ガクヤンこんばんは。うん、鍋に教わったりしてない？前ヘアメイク、あ、西村さんにはあれ髪の毛切ったらいいんじゃないって言ってくれて、でそれでなんか髪切ったじゃないですか。でなんかあれで世界は変わった。イエイ。世界はまだ始まってしまいないぜ。世界が変わりました。うん、食べる卵も好きです。まあまあ好きです、生は好きじゃないです。たしくんこんばんは。ポケカを教えてもらったのは誰？ポケカは一番初めに買い始めたのは私です。これ教えてもらってはないです、誰にも。うん、国民の妹久保田。でももう切らないでしょ。え、なんか切ったことによってなんかいろんな髪型のなんかこうバリエーションを知ったというか、切ったことによって巻き方も覚えたし、あの長いの難しいのやっぱり、なんか短いのから覚えてって、今やっと巻けるようになってきたし、全部良かったよ、私はやって良かったって思ってる。うん、そうなんです。あ、じゅんさんやっほん。うん、そう、焼いたのが必要。国民の彼女。
白玉最近活動してるんですか。白玉は個人的に2人で会ったりは。生産好きになったの誰に。コロナのせいです完全にコロナのせいで好きになりました。コロナがなければハモってなかったですわ。よいしょ。フランクはこんばんは。犬眉毛こんばんは。シモナちゃんポインテールに寄せた。あ、本当に。まあ結局最後のラストライブもポニーテールだったしな。何回もポニーテールにお世話になったわ。このこと言うのあれなんですけど、シモナ今何やってんの。メイクしてます今ホッタケこんばんは。バラクはこんばんは。シモナちゃんの前、でもそんな前下がってなかったよね、あの時。わかんない、前下がってた、わかんないけどなんか前下がってなかった気がする。もっと前下がりにしなきゃいけなかったのに、なんかチキった。うん、カリンケイヤークのシンデレラってカリンケイヤークのシンデレラ、青いドレスは危険的、ジェニフの前に。今日のリップの色めっちゃ合ってる気がする坂道ちゃんもみっぴーこんばんは。肩が出てない、肩あほのぴはもっと前下がりボブにしてほしかった。なんかそんな気がする。私ももっと前下がりボブにしなきゃいけなかったんだろうけど、だいぶなんかこうチキった。ここはそんなに切れなくて、自分の中で。なんかもうちょい切ってたら世界はもっと違ったかもしれない。ケネパゲーさん。もしもな、こんにちは。ではこちらのハートマークピンクにしてってください。今日ビアコールあるじゃん。手も赤くない。チークつけたら変わるね。消えるってのはいいんだよね。しなよ、しなお。卵だよ、こんばんは。ビーホントこんばんは。オレンジチークは、まあ、捨ててはない。置いてはいるんだけど、似合わない。いかんせん似合わない。うちの前さんに憧れて、オレンジメイクめっちゃ買ったの。けど似合わん。でもなんか、イエベ春なんだろうけど、なんか似合う色じゃない。なんかイエベ秋のカラー買っちゃってるから、全部似合わないの。なんか役作りで髪の毛を切るのはわかんない。なんかわかんないな一回私高校の時やったことあるんだけど、下のね、高校の時に吹奏楽だったんですけど、なんか定期演奏会みたいなのって、それこそキャパは1700キャパぐらい。でも嘘だ嘘だ、2000、3000か、3000、違う、2000ぐらいのキャパで、鉄拳総会やった時に、劇をやって主役やったんですよその時に男の子の役したから、時にこれぐらい髪切ったことある、バッサリ。何やってんだろうってすごい自分でも思うんだけど、たまにしか来ないけど挨拶したら返してくれるよえい、流れ星ありがとう。えい、フォロー、あ、ジュンさんフォローありがとう。してくれたんだ。主役してたんですけど、その時ね、髪の毛がなんか私アーリン好きで、なんか憧れの人に真似したくなるタイプなんだと思うんだけど、アーリン好きで、で髪の毛アーリンぐらい伸ばしたくて、それこそほんとこれぐらいだったので、それで、ね、なんかその時に、でも髪乾かすのめんどくさいし、な、切りたいなっていうタイミングだったからちょうどいいやと思ってバサッて切っちゃった。すいません、今頃フォローで。前からそうだよね、前からなんか美味しいものってしたよね。新物のほっぺはプニンプニン、ピチンピチンでしょ、ピチンピチン。なんだかなんか覚えない。いや、覚える。怖いもん、わかんない。だって覚えても飛ぶ世界だよ、怖くない。めちゃくちゃ寂しい。そっか。
その時全然自分の中で後悔してなかったし、でもシマナね、その時デブだったもん。めっちゃデブだったからだいぶやばいフォルムだったと思うの。超デブで、あのフォルム結構やばかったと思うんだけど、本人そんなん全然気にしてないから、だいぶピュアハートだったから、あめっちゃいいじゃんって思ってたんだけど、学校行ったら一回行ったことある気がする。学校行ったらなんか、トナちゃんなんで髪切っちゃったの、前の方が良かったってめっちゃ言われた。でも個人的には似合ってるって思ってたから。ミュッチハットありがとうね。フォルムのやばいレベルはみんな分かってないから、フォルムやばくないよ、かないよって言うんだよ。フォルムやばかったの、またずれしてたのマジで。だいぶ結構ぽっちゃりさんだったから、その時はぽっちゃぽっちゃだった。うん、その時の写真あるわけないじゃん、その時の写真撮んないよ自分で。うん、もうね、自撮りするようになったのマジで最近。うん、そう。一番太ってた時ってやつの、あー、あの時のやつね、やばいよね、あれだいぶやばいよね。いや、うん、あれもっとやばかったかも、でもわかんない。うん、騒いでたの、今も騒いでていいよ。それはやってないな。うん、そう、まあそんな時代もあったって感じですね。ということで、シーモナー、こちらアイブロウを教えていただきまして、こちらケイトの、なんか私のメイクが結構ベージュピンク系じゃないですか。だからなんかそのめっちゃいい人だったの、今日やってくれた人めっちゃいい人で、なんかちょっとローズブラウン系にしましょうみたいなこと言ってもらって、わかんないから私眉毛に関してはマジで無知なの。もう眉毛は素人も同然よ。だからわかんないから、あ、お任せしますみたいな感じで。だってもう初めからさ、なんか眉毛どうされますって言われて、平行ですか、なんかアーチですか、なんだっけな、なんかなんとかですかって言われて、何一つわかんないから、あー全然わかんなくてっつったら、あーじゃあこんな形見てみましょうかって言って、お顔の形見てくれた。そしたら、あー綺麗な卵型ですねって言われて、シーモナって卵型なんだつって、その時知ったの。うん、おもながさんで、おもながさんのなんかちょっとこう、なんだろう、ちょっとこういう感じかなって見たら卵だったらしい。うん、マルセこんばんは。うん、あ、いやいやいや、そうっていう感じで、なんかあの卵が楽しいものはこちらの色を買いました。なんかこちらもケイトのやつね、すごくいいんですよって言ってくれて、値段見ないで買った、いくらか分からん、これを買いました。なんかピンクに見えるんですけど、意外とつけてみたらすごいいい感じになじみますよって言ってくれて、つけてみたらこんな感じ。わーお、え、めっちゃよくない？うん、卵に見えてきた。困ったな、卵に見えてきちゃったか、もう食べ物に見えてきちまったか。うん、え、もうなんか店員さんね、すごいお茶目な感じの方で、なんだっけ、すごい目の下のラメすごい綺麗ですねって、どこのやつですかって言ったから、あのなんだっけ、エチュードハウスですって言ったら、多分聞こえてなかった、シーマの声が小さかったから聞こえてなくて、で、もう一回言って店員さんめっちゃ可愛い。急にもう一回言ってて、うん、そう、 D こんにちは、タクオこんばんは。うん、こんな感じだった、めっちゃ可愛い店員さんだった。シーマの何買ったの、あ、シーマのね、すごい安かったからこれ買ったの、鉄分、これ3つ買ったのと120円、激安じゃない？200円ぐらいするじゃん普段。またこれ男梅シート、なんかさ、男梅とかさ、なんかすごい好きなんだけどさ、シート全然売ってないよ。男梅は売ってんだけど、シートって全然売ってないからないなーって思ったら、うん、あったの。うん、向かって、めっちゃ声にかかった。あれ、でも鉄分足りてないじゃん。シーモナ普段から常に鉄分足りてないじゃないですか。だからね、シーモナ鉄分買おうって思って、
高いんだけど、これ買ってきた。チョコラベル。貧血？昨日死ぬかと思った。昨日ちょっと貧血。うん、今日もあんまり血足りてないですね。わかります？こちら白いんですよ。うん、横浜くん、こんばんはんこん。うん、チョコラベーベー。先週貧血っぽくなかった？先週貧血っぽかったと思う、多分。うん、そうなの。ここ、ここのね、目のここのとこが白いの。うん、周りに、はい、チョコラ。なのでシエマナちゃんはもう今鉄分に飢えてるのでね、吸血鬼みたいな感じ、シャーなので鉄分いっぱい。レバー嫌いじゃないの？でも月なの、月なのに貧血なの、やばいっしょ。慢性的よもうこれに関しては。うん、自分で貧血とか最近苦手。自分もかね、食べてる血って増えるんですよね。常に肉を食いなさい。レバニラってですか？レバニラ嫌いじゃないんだけどさ、なんかこう食事の中のメインディッシュではないのよ、私の中で。レバニラってサイドメニューなんよ他にあるならいいんだけど、あれしかないってなるとちょっと他に欲しいなーってなっちゃう。うん、プルーン、やっぱプルーン系がいいよね。うん、昆布、昆布いいの？血の気が、血の気が多いね。喧嘩腰ってこと？それは血の気が多いシャー。うん、主食なん、ラーメン、ほうれん草。ほうれん草ってカルシウムじゃないの？鉄分入ってるの？ちょっと無知だから。うん、レバニラがサイド、シーマの贅沢さ。そうなの？レバニラはサイドだよオリジンってグラム単位で売ってるレバニラを別で買う。弁当買ってプラスレバニラみたいな生活をしてます。レチーよ、あ、確かにレチーね、サプリね。うん、ねえ、レバー食べるなの、砂肝が好き。レバーじゃないけど、うん、血の気が引きます死にかけてるビタミン C を摂取するといいよ、鉄分吸収高めて。あ、そうなんだ。もう水性だしね、多く取りすぎても排出されるもんね、ビタミン C って。うん、レバニラ定食で白ご飯食べられないんです。血の味になっちゃう、ご飯が。キャシーマナちゃん、日高屋は行かないです。なんか日高屋っていつも混んでるイメージ。なんか前も並んだんだけどさ、もう混みすぎてて、もういいやってなっちゃった。もうそれほど人気ってことだと思う。シーマナは結構一番行くのは、定食屋さんで一番行くのは結構大手屋とかだけど。トゥ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 、はぁ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 、ちゃっちゃっちゃ、ビッグバッグ頼んだね、サイダーでダブルチーズ頼んだね、ゆりゆ、はい、豚より、鶏、豚。うん、みやちゃんありがとう、ありがとうございます。王将、王将行く、王将好き。うん、日高屋、日高屋、日高屋ってあの中華のお店。あ、日高屋行くわよく。ごめん、弥生軒と間違えてた。弥生軒ほんと混んでるよなって思ったんだけど、日高屋はよく行きます好きです。うん、うん、大阪オーシャンもっと好き。うん、エンペラーペンゲンこんばんは。うん、ねえ、シーマのルームこんなに楽しいのまた来ちゃうかも。飲んでてあんまり来ないけど、どういうことやねん飲みすぎや。日高屋も食べ分けたんだけど、2年前に。え、日高屋のさ、豚骨ラーメンめっちゃ美味しくない？シーマの豚骨ラーメンとチャーハンセットとさ、なんだっけ、ラチャ
茶行セットみたいな、ないかね、ちょっと順番わかんないけど、チャラチャラ、わかるかな、うん、ラ行茶なんかっていうのあるんですよ。あのすごい安くて、餃子とチャーハンとラーメンがセットのプランがありまして、めっちゃ美味しいの、あれ好きなの。めっちゃ量多いけど、メンバーと遊ぶの。もうね、なんか私友達がねあんまいないから、ね、基本的にはもう久保玉どうもう常に常にいます。あ、なんか今日セマナ浮き足立ってんなって思ったら、卵と遊んでるって思ってもらえれば、うん、昨日はななみんの M だったし、今日は女の子と飲んでたし、明日もだし、忙しい。女の子と飲んでた、女の子と飲んでた、彼女ラ行茶セット、あ、それぞれ、ふうくん、ひなかやクーポンなくなってから行ってない。ひなかやクーポンでもすぐもらえない、なんか卵のクーポンみたいな、うん、チェーン店多分オリジナルメニューだ、多分オリジナルメニューあるん、うん、レイバーさんありがとう、ベストフレンド常に一緒にいる、うん、女の子とね、でもシマナに言わないように意識、そうだ、言わない方がいいよ。うん。野菜たっぷりのタンメンって、まだあるよ、確か。大戸屋のチキン南蛮。いや、大戸屋は、やっぱ、おっかさん定食で、定食でしょ。ごめんね、なんか、男梅シート食べてからさ、ここになんかすっごいついててさ、シートがペターってくっついちゃって、死ぬほどカツンツ悪い。もう、舌回らなくなってきた。長崎県民、こんばんは。ひろこっちゃん、僕とクーポンすぐもらえるし、しかも田舎のクーポン期限切れ、そうなの、超優しいじゃんねえ。いや、それはね、言っちゃいけない話だよ、多分。シマンって飲み物か、クイクイって、クイクイだよ、クイクイ、うん、えい、ハートありがとう。シマナに全力でアピールしたら、あれ夢行為始めて、シマナのクイって、シマナのあやふや聞きたい。あやふやね、入ってないのカラオケ、もうあっても歌えないけど、男目セットに邪魔されてる、えい、なんかすごい思ったのが嫌だ、あんたりがとう。え、雨すごくない？え、めっちゃすごくない？目の音すごい、ブワー、波の音は、これはシマナのあの部屋の独特なもので、なんか聞こえるらしいです。すごい雨、うん、小玉さんとなんで仲良くなったの？卵と趣味があったんですよなんか普段からその仲悪くはなかったんだけど、特にもうなんか別に仕事終わってから遊ぶってほど仲良くもなくて、昔は。で、その一緒の、でもオーディション受かってるから話しやすさかとかあったの、全然なんだけど、なんかそのじゃあ二人でサシで遊ぼうっていうのはね、緊張する。シーマナ結構サシで遊べないタイプだから、あんま緊張してなんか話せなかったんだけど、なんかある日ね、こう話してたら趣味があったので、え、この子すごい趣味合うって思って、で、町ほのとよく二人で遊んでて、そこに町ほのと同じ趣味だったの、三人が一緒で、で、え、ねえねえってちょっと来るみたいな感じで三人で遊んだら、もう超意気投合してアニメと行って帰りに、で、すごい楽しくなって遊んでたら今です。そううん、昔はなんかひな子と二人で、あ、ね、ひなちゃんと遊んでた。そう、まあね、趣味は大事だね、本当に。そう、アニメート行って、アニメート直近で行って、そんなにね最近もないんだけど、直近は先週の
木曜日だったかな、水曜日か木曜日ぐらい、木曜日か、木曜日です。うん、そう、えい、うりゃおい、おはようございます。あ、行ったの？直近で行ったアニメートはちょっとあのシークレットですねあの結構地元のアニメート行ってるんで。え、何買ったっけ。何も買ってない、何買ってないわ。うん、オタクになった、オタクになってる、うん、えい、うりゃうりゃ、ありがとう。歌プリ、歌プリはなんか好き嫌いって以前にごめんなさい、あんまり存じ上げてなくて、だけどあの歌プリって、歌プリって歌のプリンスなんだっけ、確か歌プリ、歌プリなんだっけ、歌プリ、 これ友達がすごい好きで、小学校時代からの友達がずっと布教されてる、もうずっとマジでいいからって円盤1枚あげるからハマってって言われて、いやなんかじゃあこれ以上趣味見つけたら大変なことないから大丈夫だおって、まゆさんの表紙の雑誌売ってたの、まゆさんの表紙雑誌売ってて買おうかなって思ったんだけど、なんかちょっとそのなんかあと一歩が足りなかった、シーモナにアニメートまで行ったのに、なんかあと一歩足りなくて、シーモナにね、そうちょっと踏みとどまってしまった。いや買うかな悩んで、いやもうオタクは失格なんですけど、うんだけどちょっとそうなんで、ね、Amazon プライムでおすすめあったら教えて、逆にちょっと何買うか、そう最近マヨさん熱薄くない、情けないぞ、知らない結構言われてるな今マヨさん、え、なんかなんだっけな、今欲しい雑誌があってそれ買おうとしてて、シーモナ、うん、っていうのと、あとアニメートじゃなくてゲーマーズ行かなきゃなって思って、なんかゲーマーズ行くのちょっと踏みとどまってしまった、自分が来たわかる、迷うよさ、うん、マミタスこんばんは。なんかでかいし、でかいし、なんか買って中の雑誌を、怖いじゃん、リスクじゃん、中の雑誌を毎月読むためにこれ買い続けるのかって思って、ちょっとまだ勇気が足りなかった、シーモナには。うん、そう、ひでまるこんばんは。天秤にかけた結果、いや天秤にかけてない、かけてないんだけど、シーモナさ、なんだっけ、声優グランプリだっけ、今欲しいやつがあって、それ買わないとちょっとダメだなって思っちゃって踏みとどまっちゃったの。U-NEXT とかだっけ。U-NEXT。でも買わなきゃいけなかったなっては思った。うん。ブックで、なんだっけな、シモナ買わなきゃいけないのがあるんですよ、今。暗殺教室。100話まで一挙大公開。え、最高じゃん。うん、なんだっけな、雑誌、なんだっけな、なんか買わなきゃいけないのがあるんですよ、それを使ってなくて、ライフスタイル、グルメ、トラベル、ファッション、ライフスタイル、ビジネス、ニュース、週刊誌、女性瞬間、あ、声優グランプリだ、買わなきゃいけないな、これだ、声優グランプリ欲しいから、声優グランプリ買わなきゃいけない、うん、そう、みなせいなりさん、うん、そうやってみんな推し編していくんだな、時の流れは怖い、してないもん、まゆさんのこと大好きだもん、まゆさんのこと大好きなんだけど、髪があのもっと硬いやつが欲しいパルこんばんは。うん、朝月室好きよ、漫画で読んでた。シモナさんは事務所が変わってどう？事務所が変わってなんか新しいことだらけで、なんか結構ね、なんかすごいよくしていただいてるんですけど、なんかすごい、あーダメだできないってめっちゃ思ってたんだけど、なんか体の調子はいい
わかんないな、何が言いたいのかわかんないけど、すっごい大変だし、なんかやんなきゃいけないこともめちゃくちゃ山積みなんだけど、ただなんか体の調子がめちゃくちゃいい、なんか生活が多分今合ってるんだと思う、うん、なんかお肌の調子とかはめっちゃいいなんかいや前の事務所が良くなかったとかそういうわけではないんだけど、でもなんか今の事務所に入ってからの方がなんかすごい体調がめちゃくちゃいいです今だいぶやばいとこまで行ってたんだけど、あ体調がいいわって自分の中で、うん、いやじゃあついにいたからストレスとかではないんだよ、そういうわけじゃないんだけど、ただなんかなんだろう、やっぱアイドルやってた時代は体の調子があんま良くなかったの、なんか良くないなって思ってたんだけど、ストレスがなくなったわけではないんだよ今は、ストレスがないわけじゃないけど、なんかこう明確なものと何か戦ってる気がする今私はそう、え、じゃあ言ってない、だからなんかそのツインが悪かったんじゃないの、ただなんかそのただなんか結構なんか厳しい世界ではあったし、今もすごい厳しい世界なんだけど、なんだろうね、なんか体調がいいです今うんサックシットこんばんは、わかんない、なんかいやめっちゃ大変だよ今、大変だし、なんかその全てのことに対してもう落ち込みまくって、最近ちょっと一回死んだ時期あったんだけど、メンタルがだけど、なんかなんだろうな、でも体の調子はきっといいんだろうなって、最近は寝れてますなんだろうね、なんかなんだろう、なんかわかんないっていうのを親に言った今日、なんかさ今すごい体調良くてさえ、なんかツインには所属してたけど、なんかツイン所属というよりか、私はあのラスアイの制作委員の中のこう人だったから、からなんかその事務所がなんか直接関わってたってわけじゃないので、そのツインが悪いとか全然そういうのじゃなくて、そう、うん、ただなんかそのそう体調がいいです非常に、うん、健康です今。ご飯が美味しかったです。うん、わかんない。頑張ります。わかんないけど、わかんないけど、なんか、なんて言うんだろうね。ただ、ホルモンバランスがめちゃくちゃ良くなったってことです。言いたいことは。はい。ごめんなさい、ちょっと。よいしょ。まあ、よかったよかったエアコンの前で配信もしてないんです、ごめんなさい。そうなんですね、逆にホルモンのバランスが、え、大変なんだ、うん、メンタル爆上がりして、でもメンタルは強くなった、基本叩かれてもあんまり思わない、てか叩かれたらイラッとするシーマのへこたれるっていうよりか、うるせーってなるタイプになりました。昔はまた言われてるって感じだったけど、また言ってるわみたいな感じになった、だいぶ強くなった、うん、そう、銀行から公務員に転職して、あ、そうなんだ、すごいね公務員に転職って、うん、年に1回ロフトベッドの配信を復活して、無理でしょ、どうやんのよロフトベッド年に1回買ってくんの、そう、ごめんね、しもな。好きって言って。好きって言ってくれたらいいよ。うん。おい、傷つきやすいね。そうなの？傷つきやすいの？え、そうなの？そっか。うん。か、カパエル。おはしもな。好きしもな。うん。マキシマムザホルモン。ホルモン好きしもな。大好き。ホルモン。ホルモン。ねえ、シーマナまたさ、おまけ見つけちゃったの。見て。これは、今回は、ペットボトルカバー、ポケモンっていう、で、和のデザインで、なんかその、結構最近ね、飲み物を2本持ち歩くことが多くて、でさ、あの、新刊のさ、ドリンクホルダーあるやん。あれの他にもう1個欲しいなーって思ったら、すごい、無料でついてくるものをゲットして、こちら、ポケモン、で、あれの色に合わせたの。その、それの色と合うといいなって思って買っちゃった
まあ麦茶もいいし、こんな感じ。うん、飲むのにも重いんだけどさ、なんか最近本当に熱中症とかなりたくないじゃん、怖くて。だから12本持ち歩いてます。結構なんかそのソルティーライチとお茶とかポカリとお茶みたいな感じ。ブルー、え、めっちゃ色あったよ。色何色だっけな。緑オレンジ、緑黄色オレンジみたいな、黄色かな、緑黄色水色紫、これ何色だろう、なんか薄茶茶なんだこれ。すごいなんか表現しにくいね、この色は。なんだろうこの色は、こんな色と、あとピンク。うん、スカーレットとバイオレット、どっち買う？私はねスカーレットの方がなんかお洋服が好きだったかな。スカーレット買おうかなって思って。2本ともその日のうちに飲み切ってます、大体。うん、飲み切んなかったらもうごめんだけど、バイバイしてる。うん、今までありがとうっつって家でバイバイしてる。うん、何貧乏色って、ベージュ？ベージュか。うん、スカーレットに憧れる？風と共に去りぬね。最近毎日エナドリ 3,4 本飲んでるから、そろそろ肩がやばそうで見て。やばいよそれ、10本飲んだら死ぬんだよ。うん、スカーレット、スカーレットを買おうかなって。今日も12時前に、うん、終わる。てかもう今日30分に終わろうと思ってる。知らない、健康的な生活したいから。うん、男梅シート、男梅シートどこ？千七の男梅シートなくなったんだけど。え？あった。セモナピンク、マジ？セモナでもなんかそのあれよ、ピンク好きだけど緑が好きってことにしてるから。最近昼寝しないよ、してたっけ昔。うん、あんまりやほよ。うん、シート、なんか男梅あんま得意じゃなくて、シューマナなんか苦手だったの。プニプニ、なんかグミみたいな感じ、苦手なって思ったらシートめっちゃ好き。うん、白似合う？白か。うん、自己紹介考える件終了してないんだけど、終了しちゃった。ウェン、うん、しょっぱいの好き。うん、なんだっけ島根、今言おうとしたの。携帯どこやったっけ。なんか シートの感覚かい。梅干し好き、ごめんね、裏切るようでごめん。梅干し好き。やば、アマプロ忘れでした。アマプロ何買おう。うん、シートの方が酸っぱい、どちらかというとね。ポロシャツ、ポロシャツワンピースみたいなの欲しいな。こんなギリギリにポロシャツ、ピースで、セールのやつ眺めがいい。酸っぱい、酸っぱい、うん、2枚入れてるから酸っぱい。うん、23時半、23時59分まで、ごめん、配信時間は23時半。聞いてないよな、すまねえ。え、待って、コスプレ買ってないわ、やばい。え、待って、ショールーム何こんなギリギリに動き出して、本当に遅いんだよいつも。シーマンの遅い、ちゃんと動いて。レジェンボックス届いてないわ。コスプレ、なんか可愛いコスプレ、なんかマリンスカートみたいな、マリンガール。あー、なんないのかな、セール。
服ある。え、コスプレ欲しい、めっちゃ安い、待って、え、コス欲しい。うん、猫のコスプレ、シーママ怖い、なんかしてた、ごめん無意識にみんなのこといじめてるからごめん。何のコスプレがいい？制服？ウマ娘やし、なんか原子今やっぱ安くなってるわ。今欲しかったな。アニャになるか。てかまだ来ないんだよね。なんだっけ、制服？あれ、それアラビアンナイト、あ、アラビアンナイト、アラビアンナイト昔持ってたな、捨てちゃったよ。アラビアンナイトセールないわ一個も。うん、でも結局セーラーも持ってるし。ユースケハットありがとう。もうでもセーラー服持ってるんだよな。他は？アニマル系？カニ？カニ。やだ拒否します。ナースのグス、ナース、ナース、ナース持ってなかったっけ。あ、持ってないよ、ナース、ナース、ナース、ハードル高いな、ナース拒否変わるあ、待って、私さ、それこそさ、卵を持つ恐竜みたいなコスプレ欲しい。ないわ、安くなってない。恐竜。似合うと思います。うん、ないな。ちょっと今んとこ視野に入ってないです。今んとこね、ちょっとわかんない、将来するかもしれないけど、ちょっと、うん、それこそレムのコスプレとかしてみたいけど、ポリスもやったことあるし、なんかふわふわのドレスみたいなの着たいんだよな。うん、ロボット、ロボット、ランドはだんだんなっちゃうくらいトムハートありがとう。レム、レムやりたいなってちょっと思いながら、ちょっとごめん違うの探すわ。ウサギいいな、ウサギ乗りたい、私もウサギ乗りたい、白ウサギちゃんになりたいです。高っ高っ、こんな高いんだこの辺。え、プレミアルセールでさ安くなってさ、もう売り切れたんじゃないって説濃厚じゃない今。ウサギコスプレ、トムハートありがとう、ありがとうございます。うん、え、エミリア、エミリア、ビグならプレゼント、ビグビグくんの、ちょっとね、ビグ、わあ
なんか欲しいなって思ってるウサギ系はちょっと高い、なんかちょっとセクシーな感じになっちゃう。じゃあセクシーは嫌なの？ごめんね、ごめんね、それは嫌なの。あった、ここのブランドがいいんだよな。ちょっと待ってね、この店。あ、でもここ製品、ここのなんかあのふわふわ系の。トマト、ありがとう。ヘテルギウス松岡さん、映画公開大人気、ごとぶやれって話だよね。まずそうなんだよ、そうなんだよ、やれって話なんだよ。シーマナ、やりなさい、早く早くやりなさい。他のもん買ってる場合じゃないぞ。もっとでもなんかカツナつけないでいける系だったら軽いからいつでもできるじゃんとかならいいんだけどさ、カツナつける系って割とクオリティ求められるからさ、ちょっとこうなんだろう、自分の中でこう覚悟がないとできないわけよそう、このスマのレグミ、このスマね、あんま見てないよね、ちゃんと。トモハート500ありがとう。セクシーなカニ、いや、カニって言ったらもうあれになっちゃう、ハンマうぜー。サニマこんばんは、ルーこんばんは。やばい、時間がないぞ、ちょっと待ってくれ。どうしろって言うんだい。なんか、なんだろうな、なんかドレスみたいな、ちょっと可愛い感じのドレスコスプレ。え、これやりたい。シモナ、何をしたいんだ君は。シモナ、何になりたいんだと。キョンシンのコスプレしようとしてます今いつやるんだよって。安くなってねえじゃないかって言って、これいつでもいいよ、買うの。うわぁ、間に合わない、絶対に間に合わない。考えてる間に終わる、プレミアムセールうわぁ、なんかいっぱい欲しいの出てきた。うんこうやってってやりたいの。ピーチ姫、ピーチ姫うん、レモン味こんばんは。シモのコスプレしたい人なの、すごい。コスプレが好きなの。あ、いいじゃんこれ。あ、これでも違うか。うん、ピクミンのコスプレ、全身スーツでここだけピヨーンって感じちょっとこう、うん、うん、ねえ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いんだけど、これうち今じゃなくてもいいかも。でもね、意外とフリフリが好きなんだよな、実は。フリフリ好きだって。女の子だもん、繰り返しよくのドキドキが繋いだ手から伝わっちゃう好きな気持ち。痩せよ、もう隠しきれないよ、入れたら、フルガース誰もさん、ありがとう、ハートありがとう。え、でも下の普通にマリオ欲しいな、なんかそういう意味じゃなくて。うん、テテテテテテ、なんかネグリジェみたいなの買おうと思ってさ、調べたんだけどさ、あんまいいのなくて、なんかそのなんだろう、すごいこうピタッみたいなのがなくて、化粧板ちゃん、化粧板ちゃん、ウェディングドレス、なんかね、それこそ本当に最後のイデアルトーク行きようって思って、なんかウェディングドレス調べたんだけど、なんかなかったんだ、あんまりその出てこんくて。化粧板これ、ないですね。プレミアムセール、うわ、あるけどちょっと高い。
高いな、4,700円。なんか3,000円台ぐらいで欲しいね。キリミちゃん、ゾゾスーツ持ってたんだよね昔。本当にこんなんだっけ、決勝版。うわー、これあれだね、昔着といたらよかったね。なんでさ、あんなにそんなにコスプレしなかったんだろうね昔。コスプレすればよかったね、なんかもったいないよね。すごい、バナナのコスプレある。バナナになれるんだよ。あ、マクロゴージさんのコスプレある、高っ。うん、ゆるさんマジかあかんね。いや、あの次までに、次のアニメまでに。うん、モリカのコスもう顔ないよ。待ってね、なんかさ、ここなんかこうクマとかさ、こう かぶるやつ、フード系のやつ欲しい。フードプロセッサー、フード系のなんかなんていうの、ああいうの、なんかなんていうの、上虫あった、よしよし。それこそなんかもうジラピケのさ、パンダ買えばいいよね実際。ジラピケのパンダありやな。フード恐竜、ふむふむ、あ、そうなりますもんね。ふむこ、クマ。え、待って、めっちゃ可愛いの見つけたんだけど。え、マジ？これ。え、めっちゃ可愛い。なにこれ。やば。え？なんじゃこりゃ。え、めっちゃ可愛くないこの服。仕様のこんなん着るかな。おやすみなさい。うん、見て、めっちゃ可愛いこの服。バリカオなんだけど。もう何になりたいのかわからんくない。ん、世界にはこんなに可愛い服がいっぱいあるんだ。え、ここにクマがいる服とかある、かわいい。ポケットにクマがいたりする、なんじゃこりゃ。え、かわいい。え、めっちゃかわいいじゃん。ふわふわパーカー、めっちゃかわいいんだけど。なんかもうちょっと若かったらな、来たんだけどな。ピー、ともかありがとう。ありがとうございます。チョソヘイド残せ、いや持っとるんよそれは別に。なんだっけなんだっけ、あ、ジェラピケのパンダ安くなってたんだよな。ジェラピケパンダ、それでも1万円するのか。踏み切れないこの思い。ああ、よしよ、焦るなってないか。味方の巨人リヴァイ兵長、会いにはしない。投資で増やしましょう。投資する。結論、なんかもう何も買わなくていい気がしてきた。ワンピース、プリキュア、プリキュアいいね。坂本こんばんは。もっと銀行員、そうなんだ。何でしょう。あ、バイオレットエヴァーガーデン、西村さんがやってた。
ふう、コスプレ、コスプレセール、セール、ロリータ、ロリータ、サンタコス、サンタ早いね。てかサンタコス全部捨てちゃったんだよな私。うわこれ可愛い。うわ、すぐセーラー、セーラー服好きなの。うん。シモナクラウドファンディング、だからシモナクラウドファンディングやってたじゃん。まだ来なくてあれが、クラファンで買えないの今。お邪魔じゃん。うん。また服なくてくさ裸じゃん裸でコスじゃないじゃん。生き人形、シャドウハウスあるよ。シャドウハウス、なんかなってこんなんだったっけ。え、キセコイ、待って、キセコイめっちゃ安いんだけど、半額とかなんだけど、5980円。え、マジ？しずくたんになれんの私。え、しずくたんになる、でも結構際どいんだよなこれ。ふぅ、今ねずこ来てるか、ねずこ来てんの？うん、ヘラカ、ラムマ、ラムちゃん、雪女好きです、ありがとう、顔がタイプです、ありがとう。なんで急に、うんうん、シスター、シスター持ってなかったっけ。シーマナ持ってなかったかな。東方チルノになれるよ。キラキラダイヤモンド輝く星のように、栄光地方向の土地で灰色の天才。なんかコスプレってサイズ感難しいんだよね。蜂の巫女になれる、高いな、うん、髪の毛高いんかな。モリーガール長袖レディースグレーセット、ハロウィン、あ、金木くんカーディガン付きコス、わぁ東方多いね。ナナちゃん、クラロリ、ロリートワンピース、かわいい。ラム、レム、レム、ラム、レム、ラム、うむうむうむ。サバイブの時の衣装とか結構バイバイしたな、そういえば。うん、窓上着のキューベ僕と契約して魔法少女にならない。うん、まいこんばんは、大将こんばんは。写真見てますかね、だいぶね、なんか写真見て、あ、うん、いいじゃんこれ、あ、いいじゃんいいじゃんってなっちゃってる。ニューアイテム、キセコイの衣装入荷、うむ満足しとるんよな。え、プロセカール、水木になれるぞ。え、待って、白石あんちゃんあるよ。え、プロセカールんだけど、待って、聞いてない聞いてない。カグラ、カグラなの。ゴスロリ、ロリータゴスロリ多いね。うん、春にぴったり制服、あー制服、うん、こんな年齢にもなって制服着たがる女な、本当に制服好きなんだよね。なんかもう思いつかない考えたけど思いつかない、うん、ゆみみさんこんばんは、初見さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。こちらのハットマークピンクにしてください。覚え買いまくってきたレトルトカレーマジで。俺たけこんばんは、チルの
知るのもねそんな安くなってなくて、てかプレミアムセールになってないんだよね。なんかあこれ欲しいってなったら待ってなってないじゃんみたいなのが結構多くて、え結局レムもラムもなってないんですよ。まあ難しいね探すのって。うん、なんかうん化粧はなってるけどね。なんだろうな、なんやろうな、真面目にやってきたからよ。あはあはははは、あ、あんまなってないわ。うん、なんかファミレスでドリンク飲みながら話してるんだろうし。確かにリノハットありがとう。ダンモチダンモチ目じゃなくてしまな、ほんまに。うん、大妖怪わかんない、しまな見てない。でもコスプレしたい気持ちはすごいの。もう今コスプレしたいって思ってるんだけど、真面目にやっていきたいからよ。でもなんか個人的にはマリンドレスみたいなの着たくて、マリンドレス着たいなーってちょっと思ってる、思ってるんよ。けどないのよ、マリン、なんていうの、マリン制服っていうの、なんていうのあれ、なんかちょっとこう夏っぽい感じのさ、また制服着たがっとんのよこの人。年齢考えろって言ったって本当に。ないんだよね、制服になるのかな。うん、まったりしてありがとう。事務所にコスプレ送れへんとみんなが言って、うん、コスプレ送りたいんですけどみんなが言って。えでもダメなんじゃない、服でしょだって。うん、あ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い服見つけちゃった。え、待って、これ欲しい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 。え、バリカワなんだけど、でもこんなに可愛く着れるかな。それは無理です、白石さんはそんなに可愛く着れません。でこんなちょっと短いな、これは。え、めっちゃ可愛くない、このなんかこのさ上のこの帽子がすごい可愛くない。こんばんは、本名さんか。でめっちゃ可愛くないこれ。これ欲しいな。でも頭でかいからな自分。え、待って、でもえ、なんか4700円だよって言われてさ、見に行ったらさ5000円するんだけど、嘘？え、嘘？あれ、なんか中見に行ったら高いんだけど。人魚？よく見て素敵ね、だっても音完璧、何でもできる私が全て。もうダメだ、なんか開けてみたら高いっていうのが多い。ピーピーピー、上半身だけ残すないのよ。上下セットになっちゃうねん、難しいね本当に。髪の毛サラサラなんかちょっと嬉しい、見て髪の毛サラサラ。これ20個もあるのだけど、何か足りない、トゥルトゥ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 。なんかね、プレミアムセールボタンがないの、行ったらなんかね、プレミアムセール表記ついてんだけど、それがついてなくて、うん、そう、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃん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 、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃん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 、じゃ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 
コスプレしたいな。よく見て素敵ね。人間の世界へ。セーラー水色。やばい、時間がない。トモハントありがとう。え、この文字はちょっと時間すぎるんですけど。うん、なんだろう、プレミアムセールって書いてあるのに表紙に行ったらないっていう、あんまりびっくりだよね。なんでだろうってなってるよね。なりますよね。なってるんですよ。なんでじゃ、ハートありがとう。え？あ、なんて、え、今日だと思ってた。そうなの？え、もう今買わなきゃみたいな。もう今買わなきゃダメじゃんって思ってたのに。ぺ、表紙抜きしたわ今。え？そうなの？一日だろうと思ってた。え？そうなんだ。嘘。え、昨日なんであの兄ちゃん見てたんですよ。びっくりなんだけど、めっちゃ嘘だ。あ、だからみんなが今らは結構悠長な感じだったの。うん、ともハートありがとう。ちなみに明日の配信は3時からです。さっき帰った。キュルありがとう。みんな大好き。ちょっと夜考えよう。また今日も2時ぐらいは寝れない。やばかった。もう今日12時までに買わなきゃと思って、もうやばかった。よかった、めっちゃ焦ってたよ今。みんななんかすごい、なんとかでもいいんじゃないみたいな、なんとかでもいいんじゃない言ってくれて、なんかこれは提案や。知らない一人で焦ってたよ。たまはた、天狗ありがとう。ありがとうございます。夜はわかんないです。まあないんかな、しもな、ちょっとお疲れしてるから、お疲れモードだから。え、びっくり。みんなだからなんかそうだったのか、なんかゆるっとしてたのか。うん。びっくりした。よかった、ありがとう。何買おうかな、何買おう。じゃあ全然ゆっくりじゃん。マリンガールレディスときめき、めっちゃ調べてくれてない？ときめきマリンガール、あ、遊戯王のカード？レディース白。ときめきマリンガールリリース。これね、見たことある。んー、これもねプレミアムセールにならないんですよ。悲しい話なんだけどね。確かに確かに、これも可愛い。まあこういうのがいいよね、類的には。夏だし。何買おうかな。
ちょっと出直してくるわ。明日なんか買ってくるわ。これ買ったんだなって思っといて。うん。マズーばあさん、こんばんは。あ、危ない。飲み物語飲まれた。それ、あれ？パチンコのやつ？で、いつ切るの？で、ショールーム。ショールームできる。うん。YKO、こんばんは。うん。フォローありがとうございます。マリフィンク。わかんない、カエルが。なんか結局、買い忘れたって多分言うよ。難しいな。ない。うん。結局お肉買っちゃった。あるよ。うん。カムカンティック。バラマンゲンガンアク。ドイツ語かな。こんにちは。マネメデサイシグテモルゲン。900回目の眠気の映像、ジンタン無効か。900回目おめでとう。うん。最悪なくてもほとんどプライム割りついてる。確かに。薬膳アマゾンにないんじゃない？ハピダニーヤッホー。元気？うん。てかこんばんは。薬膳絶対ないっしょ。ちなみに島根今3本持ってる。ヤクルト、1000。ありそう。ありそうだけど、プレミアムデーじゃない。野菜生活これ一本いいじゃん。何買おっかな。みんな何買うの？アプローチ。ちょっと、勇気ない。5万円買う勇気はない。うん、で、別に今使えるから、5万円はちょっとまだいっか。壊れたら買うって感じ。手取り増えたんだ。じゃあ出回るんじゃない？扇風機。玉ねぎクリームスープ買った。いいじゃん。シーママにさ、お茶いっぱい買えるよって、1000円ぐらいで24本ぐらい買えるよって言ったら、いらない、大丈夫って言われました。プロテイン？ザバスの？ザバスのプロテインまだ全然残っててさ、家。ありがたいことにたくさんいただいたので、なのでめっちゃすごいよ。もう多分このあと1年も多分飲める。で1年間も多分飲める。うん、電池安いんだ。うん、買っとこうかな。やばい、ずっと喋ってるよ。シーマナ、ちょっと待って。45分だったらランキング読むわ。ごめん、ちょっとなんか考える。考えとく。賞味期限切れてない？え、もう切れてないと思うけど、切れてんのかな。そんな短いの？え？知らんかった。うん、でも今飲んだら筋肉ついちゃうから、運動した後に飲むね。うん、そうそう、ランキング読むよ。みんな準備はできた？うん、とも可愛い事故くれた、言ったかな。ありがとう、ごめんね。言ってなかった、ごめん。いや、早いランキング。ピナニアおやすみ。
プロテインで可愛くならない。どういうこと？で運動してからのじゃないと太っちゃう。プロテインだけ飲んだら。めっちゃ筋肉ついたんだよ最近。ほろ。ヒョロヒョロだったのに。今ムキムキ。もうなんかモテるかもしれない。こちゃんこんばんは。うん、ねまちゃんさんフォローありがとうございます。皆さんぜひフォローしていってください。ムキムキという感じでちょっとそろそろ終わりにしますが、しますが、皆さん元気ですか？元気です、よかったです。よく見て、綺麗ね。寝るのだ売ってる。え、待って、めっちゃ安いんだけど寝るのだ。寝るのだ買っとこうかな。1780円。なんかもっとちっちゃいのでいいんだけど。寝るのだ、寝るのだいいじゃん。寝るのだ、ドリンクタイプもあるんだ。あった、932円。一粒23円。え、いいじゃん、これ買おう。寝るのだ買う。寝るのだ飲むとマジで超睡眠安眠するから、カートに入れときます。うん、プロテインお肌の髪、あ、そうなの、あ、言ってたわ、そういえば。飲む飲む、寝るのだ買う。じゃあ皆さんランキング見ます。13位から、うん、13位からミッキー。ミッキーありがとうございます。12位がモフモフありがとうございます。11位がリンタロウありがとうございます。今日配信でやりたかったこともう一個あったんだ。シモの顔が卵、ちまって、ごめんね、ちょっとごめんね、それだけ話させて。あの、シモの顔が卵型なんだってって言って、メガネがいつも似合わないからどんなメガネが似合うのかなってみんなと話したかったんだけど、もう無駄にコスプレ探してた、終わった時間。こんだけ時間かけたんで一着わかります、コスプレ、ごめんなさい。なんか、あ、シモのこれ買ったんだって後で思っといて。あ、ちょっとね、キャラ系のコスじゃなくて、なんかこう地毛でできるコスプレにしますね。はい、え、なんかメガネ、あの、なんかゾフとかでさ、メガネ、たま、ゾフ似合う。うん、ごめんね、ちょっとこれ気になっちゃったんだけど、ちょっと配信で話したいなって思ったから、ちょっとこれだけ黄金比シモナタンの似合うメガネを探していきたいと思います。口と、なんだろうこれは。なんかこう、なんかゾフでさ、あったくない？似合うみたいな。丸かな？ドア入れるんですか？いやー、ドなしが欲しいですよね、やはり。まあ、ドアリ全部消えたんですけど、シムのドアリが消え失せてて今困ってるんですけど、そんなことありますか？いえ、ありません。コラボ一覧、待って、こんな探し出したら CM だ、またあの探しちゃって、見ちゃって、もうみんなにさ、え、これいいかな、これいいかなとか言い出すから、ちょっとやめるわ。あの形だけ、じゃあみんなの、じゃあお顔に合う丸顔さん、丸顔さんはスクエア型が一番似合うって、顔が自分で丸いよって思う人、スクエア型、ちょっと四角めのやつ、四角めのやつが似合います。そしてプーさんの眼鏡可愛かったけど、前なくなっちゃった全部ない。三角型、こういう顔の人、なんかこうピンピンって人は、ボストンとオーバルが似合って、なんかこう上がフレームついてて下フレームついてない丸いやつと、オーバル、こういうスメちゃまみたいなやつが似合って、で、四角、自分の顔四角いよって思う人、四角いよって思う人は、ラウンド、もう本当に丸いやつ、もうなんかこのフレームが上についてないレベルで丸いやつ、グリングリンの丸いやつと、あと、オーバル、スネちゃまみたいなやつが似合って
小野川さんの人、はーい、多分島の小野川さん、ベリントン、ベリントンってまあなんかすごい一番通常的なメガネなんか普通のメガネと、あと、ボストン、上がフレームついてて下が何もついてないやつと、あとディアドロップ、なんかさ、ディアドロップはなんかこう90年代のなんかこう90年代なんかちょっとなんかちょっとなんていうの、もう今の言うなら座禅で水槽ってタイプの感じの人が似合うやつが似合うらしいです。卵型って何？ゾフ、メガネ似合う卵型、しまの卵型だからね、顔が卵型を覚えました。卵型 AI で似合うランキング、なんだそれ、なんだそれ、そんなんがあるのか、 AI が認識するのか。卵型はどんな形でもバランスよくかけられる。嘘だ、似合わないのめちゃくちゃ多いけどね、シマナ。これは実際行ってみてみないとわからないですね。何でも似合うんだって、シマナ。シマナは何でも似合うらしいです。卵型だからね。なんせ卵型だから。ユースケこんばんは。じゃあ島田のメガネをじゃあ皆様にお見せしたいと思います。メガネとかないんだよね、全部どこ行った、キーやった、キーや、島田の歯を見せてあげるよ、島田の歯入試ないわ、シーマのメガネどっか行った、ということでそろそろ終わりにしたいと思います。入試マジでさ超いらなくて、入試、入試あのなんか何歳だろう、小2とか小3で生え変わるやつマジでいらなくて、なんかめっちゃいらないんだけどって思いながら、でも捨てられないじゃん、なんとなくなんかゴミにもしづらくて、でなんか乳歯入れみたいな乳歯が入ってんの、乳歯とあと親知らずも入ってるし、あとなんか4番目の歯もある、めっちゃいらないんだけどさ、なんとなく捨てられなくてさ、いっぱいあるの乳歯、これも乳歯なんだけど、だいぶ見せられない状況になってる、なにこれ、やだ気持ち悪い、気持ち悪いめっちゃ気持ち悪いんだけど、言い合わせに自分の歯だけでいいんや、やだな、見えないな、こっからやだ、本当にやだ、シーマナの4番目の歯、これは現役の、あの成人の歯なんですけどこれはあの現役の成人の歯なんですけど抜いたんです、ここの歯この字 1,2,3 4かか埋まってるけど、うん、え、すごくない、めっちゃ長いんだよこれ、めっちゃ長いの、そう矯正で抜いたやつ展示めっちゃ綺麗にしてホワイトニングしてくれたらいいよ、けどなんか現役時代よりもなんかこうちょっと死んでるんだよね、え、かわいそう、シーマナの歯なんで抜かれちゃったの、血ついてるんだけど、かわいそう4500いらないだろう
マジでゴミだぞこれは。まあ、でもこの羽刺したら使えると思うよ。いらねえ。うん、ダメージのやつあったありがとう。4000はマジでいらん。よいしょ。レシーブのちょっとさ、大人っぽくさ、塗った感じのさ、髪型したいと思います。5000いらないだろ。それだけ思って、いや、逃げないよ。いらんよ。自分の命優先するわい。なんてコスプレか。うん。嘘でもいいから100万とか言っててもう終わりにしな。うん、ちょっと大人っぽくない？なんか大人っぽくない？この髪型。ひなきかありがとう。うん、え、待って、何が多分5億、うん、持ってる入社数少なくてもいらないだろ。だって大人っぽい。うん。ではランキング読んでいきたいと思います。13位からモフモフありがとうございます。12位が金融歌人、眉毛と眉毛をプレートして CM の美しいの頂点ありがとう。美の頂点かありがとう。11位がヨッピーを迎えしてくれてありがとう。10位がエレメンツありがとうありがとうございます。9位がダラッキー、眉毛太いよね、眉毛ちゃん届いて CM の中できないから言ってるんじゃん。だからできないから全剃りするよ CM 大丈夫。そして8位がリンタラありがとうでございます。7位が見える大丈夫、眠くなんてないです。寝るの高いなマジで。本当にね、なんかそのシーマナどこに手ぶつけたの、血出てきたんだけど、無理、本当に無理なんだけど。え、何か言った言った。うんうん、高いの血出てきた。そして6位がポレリ、コロナと新物に熱中症なら熱中しよう、ありがとうございます。みきちゃんいいな、ありがとう。でもってやったらさ、喉になんか入って痛い。なんか怪我したんだけど、ショールーム中に怪我したんですけど、なんでですか？誰のせいですか？勝手な行動しないこと、はい、他の子と喧嘩しないこと、はい。はい、なんだっけ、6位がバリリ、そして5位がドレフ版、コスで着飾らないありのままをシマナも愛してます、ありがとう。ありがとうございます。4位がガーンガ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 ン、ありがとうでございます。そしてジャン3位がエイン、アバター嫌いでも僕のことは嫌いにならないで、なんないなんない、大丈夫だよ。さっきちょっと変貌しててびっくりしちゃったんだよ、何があったんだろうって。ありがとうございます。ザク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 して、じゃん、2位がトモ、ありがとうございます。チキ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 ン、ありがとうございます。そしてデレレレレレデン、チェがフッシー、眉毛素敵ありがとうございます。鼻が詰まってきた、ツン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 、しっけブチ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 、ありがとうございます。ということで本日も来てくれてありがとうございます。きっつい、ありがとうございます。これからタイムは自分で測るかなって感じです。ありがとうございます。では明日は3時から配信したいと思います。
ぜひ来てください。いや、お疲れ様、かくまくベリベリありがとう。あ、みんな最近誤差なくなってきたん？25秒、28秒、28秒。あ、いいじゃん、調子いいじゃないですか。ありがとうございます。新物をしてちょっとメイクを、今日買ったメイク道具で仕上げてみたいと思いますので、ぜひ来てください。ストップウォッチかえいってゆっぴありがとう、ありがとうございます。うん、でもね、最近は携帯でできるんですよ、ストップウォッチ確かに配信道具なんか買おうかな、黒いマッキーとかね。ということで皆さん来てくれてありがとうございました。ではおやすみなさーい、バイバイ、バイバーイ。5、4、3、2、あ、ちぃ、見てこれ、わかる、ちぃ、ありがとう。5、あ、ジョータのものありがとう、ありがとうございます。あ、そうだ、新物プローチ持ってる、そうじゃんでは来てくれてありがとうございました。5、4、3、2、1、0、見てこれ、これ、ちゃ、バイバイ、バイバイ。